戦の大会に続き2戦勝目ってことです。ありがとうございます。作戦みたいなのあったんですか？そうですね、波がまずあの左から来る波があったのでそれを狙ってたんですけど、でも、まあ、あのファイナルで時間も長かったのでそれを待とうかなって思って待ってたけれど、でもなんかまあカレントとかが入ってきてんちょっと海の状況が違うなっていうのを感じたので、そこからまあみんながいた右側に移って、まあ、そこでもこう、まあ、点数が出せるかなっていう波を見つけて、それでまあちゃんと技ができたのでよかったかなと思います。中米から帰ってきてすぐだったのでとりあえずまあ疲れをあんまりためないようにというか、まあ、疲れを試合に出さないようにっていうのが結構あの一番重要でした自分の中で。まあ本当に CT 選手とかも海外の試合は出てるし、まあ本当にレベルが高いっていうのもあるけれど、なんて言うんだろう、まあみんなそれぞれ日本よりももっとそれぞれ個人がすごいスタイルを持ってて、すごい自信がある子もいたり、あとはまあなんて言うんだろう、自分がすごい強いですねみんな。まあ自分の中ではすごい気合と根性は負けないなって思ってます。今日でボートどれくらい？何回目くらいか覚えてる？今日？このボートは2回。でも、それが、はい、前のボートは結構いっぱいやった。ボートサーフィンの練習がどんなところでやってたってるか？試合とかはまあ海なので、まあ、試合の戦略とかも関わってくるけれど、でもボートサーフィンはこう、まあ、毎回同じ波を作ってもらってそれで練習できるので、こう海で同じ波を探してもなかなかないので、その反復練習ができるのがすごいいいかなと思います。その時々によって自分のまあ修正したい部分とかが違うので、それをゆっくりこう見てもらいながらやってます。本当に体を傾けるだけでゆっくり大きなボトムターンを意識して、で直線からのボトムターンじゃなくてコーナー使っても構わないから、傾けるだけの大きなボトムターンを練習します。まずは上がってきたら初めて上半身旋回させて動いて、一瞬の動きだからね。
ちゃん、はい、今日の手応えは？まあ やっぱり反復練習をこうゆっくり細かくその場であの映像を見たりしながらできることがすごい魅力だなって思うし、あとまあ普通に楽しみたいっていう時は永遠にロングライドできるので、それはそれですごい楽しいなって思います。そうですね、まあオリンピックでも注目されてる競技だし、本当に楽しいところがいっぱいあるので、まあとりあえずその1回やってみて、それで楽しいところをいっぱいこう見つけてほしいなと思います。